博多人形師が5年かけて再現した源氏物語54条の絵絵が公開されています。福岡市博多区の博多伝統工芸館では、今日から博多人形の伝統工芸師梶原昌司さんの作品およそ70点の展示が始まりました。注目は源氏物語全54条の名場面を華やかに描き上げた絵絵です。内閣総理大臣賞を受賞したこともある梶原さんが5年の歳月をかけ完成させました。世の中があんまりこう明るいニュースがないんで、まあ、こういうのもいいんじゃないかっていうことで今回にさせてもらいました。作品展は22日まで開かれ、入場無料です。